皆さんこんにちは。本日は初めてタイにやってきました。プーケットの中心地ではなく、空港はプーケットなんですけど、カオラクっていう場所に来ております。日本人にまだまだ知られていないリゾート地ではありますが、とてもね、素敵な場所で、海と山ともう自然しかない場所です。本日ご紹介するのが、こちらのプルマンカオラクリゾートをご紹介したいと思っております。カオラク自体は10日間ぐらいいますので、それぞれまた別々のホテルに泊まる予定ですので、細かく紹介できればなと思っております。この動画を見てカオラクに行きたいなと思っていただければ嬉しいです。ぜひチャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。最後までご視聴いただければ嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。Welcome drink. Oh, this is the takona drink. So we have the salsa cake also. That is we mix with the lime, lemon glass, butterfly pea and sugar. We don't add it, but we change to be the honey add instead. So the taste will be more sweet, but healthy. Okay, and also the salsa cake, this is from the local people. So we support them to make it for us.So then they are happy and the hotel also happy. Wow. So, okay. Thank you. Welcome drink と welcome sweet でございます。甘い。おいしい。お兄さんについてこう。こっち。あ、エレベーターあるんだここ。あ、お兄さんどうして？はい。すごい、あ、角部屋だ。はい、では本日の部屋をルームツアーしましょう。はい、じゃあルームツアーしてくれる？まず玄関入りますと、こちらにシャワールーム、あ、トイレか。トイレだね、シャワールームじゃないね。かわいい。はい、トイレがあります。そして大きなベッドが2つ。子供用ですね。でね、テレビがあります。そして、そして。あれ？ベビーベッド。ベビーベッド、なぜか置いてくれてます。そして、ここにもベッド。ベッドだらけ。すごい。はい。止まってね。はい。こんな感じの部屋です。一応ファミリースイートですね。はい、ハッピーアニバーサリーって書いてくれてます。おお、めっちゃ綺麗。はい、こんな感じです。で、大きなテレビがこちらにあります。そしてこんな感じですね。ミニバーがここにあります。ハッピーアニバーサリー。お、カード置いてくれてます。これがあるってことは何かが冷蔵庫にあるのかな。あ、すごい。ちょっと出してみましょう。かわいい。こんなのもいただきましたね。やったー。はい、そしてここにコーヒー、紅茶などマグカップがここらにあります。はい、お、水がかわいいボトルですね。うん、そしてこれが、ルームサービスのメニューになります。はい、バスルーム、バスルームがこんな感じです。シンクが2つ、タオルもここ置いてくれてます。蛇口のところあれがかわいいね。こんな感じですよ。そしてアメニティ、はい、
シャワーキャップ、サニタリーバッグ、歯ブラシ、歯ブラシ。そして、アメニティがこれですね。CO、バイジローっていう。どんな匂いなんだろう。嗅いでみよう。ボディローション。あ、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。ヨーロッパの匂い。めっちゃいい匂いですね。そして、まあ、この2つ目のシンクですね。で、この後ろにクローゼットがあります。クローゼットかわいい。金庫があって、クッション多分ね、これ今ソファベッドにしてくれてるところが、もともとソファだと思うんですけど、それが、クッション。あ、ビーチバッグかわいい。そして、こうやってバスローブ。バスローブですね。で、ここにバスタブがあります。バスタブ。この自然を眺めながらバスタブデッキ入れます。お、そして、すぐ横にシャワールームがあります。これ、いいね。シャワールーム広い。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルがあります。もうアメニティがね、めっちゃめっちゃいい匂い。ではバルコニーに出てみましょう。バルコニーがめっちゃ広い。広すぎます。はい。チェアがあって。お、物欲しい。こんなに大きいのがある。いいね。この壁がいいね。そして気になるビューはっていうと、じゃじゃーん。自然と、ビーチと、あちらにプールがあります。はい。角部屋にしていただきましたので。やったねー。ゴミ箱がかわいい。ね。綺麗に飾りしましたね。いいよ。めっちゃ綺麗。ちょっと今ね、日差しがすごいんで、あんまわかんないかもしれないけど、めっちゃ綺麗です。そして、ここに USB ポート、電源ボタン、なぜか HDMI があるね。バルコニー？あ、バルコニーに電気があるんだ。いいね。はい。そして、ベッドの横には、ボタンたちね。ちゃんと USB があるんでね。安心ですね。充電はできます。はい。はい、では早速プール行きましょう。朝食が楽しみ、そこがレストランです。はい、ロビーを抜けて、はい、うん、うん、そう、はい、案内して。すごいいい天気、やったね。初日でこの天気はいいね。スパがここにあります。スパ、はい、キッズプレイグラウンド、あっちにあります。まずメインのプールです。こちら綺麗、綺麗だね。ここがメインのプールです。ゆっくり時間が流れる感じだね、ここ。はい、そしてプールバー。お、これどうすんの。はい、おー、おー、アクティビティ。ねえねえ、入って。いいよ、入って、はい。次のプール行きましょう。あ、くるくるしてる。ほら。あっち。あ、ここなら誰もいない。ここにしよう。あー、すごーい。滑り台ある。はーい。じゃあ入りましょう。何やね、あ、バドミントンかな。
お、バドミントンやってる？はい、せっかく海が綺麗なので早速行ってみましょう。はい、ビーチクラブがここにあります。ではお楽しみのビーチを見てみよう。あ、今赤い旗が出てますね。入れないか。まあ、お、濁ってますね。残念。こんな感じの海です。濁ってますね。波も高い。風が強いからね。残念。はい。そして、お、ビーチクラブのメニューがこんな感じです。うん、お、思ったほどそこまでホテル価格ではないね。はい。こんな感じでございます。お、キッズメニューもある。まあ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 普通じゃない。そんなに高くないですね。はい、ではでは、あ、こんな感じ。あ、アイスもある。ビーチクラブにアイスがある。ワンスクープ140バーツです。スティック220。500円ぐらいか。え？ 220 って1000円するか。高っ。アイス高っ。ここは何でしょう。うん。ビーチバレー。こんな感じの施設ですかね。はい、テーブルが座れるようになってます。こんな感じのビーチクラブです。いいね。誰？綺麗なとこだね。うん。デザインがいい。お、めっちゃいい天気でよかった。はい。あ、ね、トゥイトゥイがいっぱい。あれ、今行っちゃった。ここにもシャワーありますね。いいね。はい、こんなところです。プルマンカオラックさん、施設がかわいい。明日はキッズクラブ行ってみます。ポーズしてくれる？気が、いいね。すごいね、シーツで作ってるよこれ。シーツこれで、ここはタオルだけど、すごい上手。はい、そしてこれがね、この飾ってくれてる花がね、これ偽物じゃなくて、これ生花なんですよ。めっちゃ嬉しい。そしてね、この、これ文字で使ってるこの葉っぱもね、
葉っぱでね、一個一個切ってくれてんの。すごい、素晴らしい。これはね、いいよね、嬉しい。こういうのがいいね、本当に。なんか祝ってくれてる感がすごいいい。お花なんだよ、かわいい。ガーデンで多分そのままカットしてるのかもしれないね。すごい綺麗なガーデンあったし、いいね。はい、おはようございます。カワラッカの朝の雰囲気です。こんな感じですね。もう鳥のさえずり、あーいいね、鳥さんが飛んでる。鳥のさえずりで起きるこの朝ね、いい感じです。1517 Hello, good morning. 1517 Toshika Kaito. ミール初めてだな、うん、お、これ何？ライスウィミルクだって、美味しそう。ポークソーセージ、ご飯、チャーハン、チキンソーセージ、何これ。おお、なるほど。あと、これか。で、真ん中にカリカリのベーコンです。Hello, good morning. エクステーション。ストロベリーをブルーベリー。外もあります。
外にはバナナ、オレンジ、ここお皿、フルーツが置いてありますね。おしゃれか。めちゃめちゃいいじゃないですか。パパイヤも置いてる。いいね。レストランがすごい広い。めちゃめちゃ広いですね。そのまま外行けますね。あ、ここ素敵。素敵だね。予約席になってます。いいね。そしてブランコの席もあります。いいんじゃないでしょうか。早速タイの料理を取りました。グリーンカレー、フォークシチュー、あとレッドフィッシュカレーっていう、これも一緒に食べるみたいです。はい、ガパオを作りました。いただきます。はい、朝ごはんに来てます。ものすごく雰囲気がいいんでね、ご飯も美味しいし、あとアジア人が私たちともう一家族しかいないです。あとは欧米人のお客さんしかいないです。で、周りは何もないので、もう本当にスローステイをしたい方にはすごくおすすめの場所です。空港から渋滞することはないです。道がもうまっすぐだけなんで、信号もあまりないし、1時間半ぐらいって感じですね。あとね、思った、道路がすごい綺麗でした。でこぼこもしないし、酔わないというか、って感じですね。で、今自家製自分で作るガパを作って食べてます。すごく美味しいです。はい、これなんだかわからないけど食べてみます。美味しそう。タイっぽいねミルクとご飯のやつ食べてみたんですけど、味がないココナッツのほんのり香る感じの味なんですけど、逆にちょっと甘さが欲しいでも美味しいです。はいマッサマンカレー、ブツ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 、うん、なんかね、ほんのりココナッツ入ってるんだけど、ミルクと多分なシューシード、あとバニラがちょびっと入ってる感じ。めっちゃうまい。これミルクプリン美味しい。はいはい、イケメンシェフが作ってくれたエッグベネディクト、これめっちゃうまいよね。いただきます。入れて、美味です。めっちゃうまいです。ホテルには ATM があります。レストランがそこなんですけど、すぐ、外のところにロビーの横ですね。はい、ロビーがここなんですけど ATM があります。そして外から撮影してみよう。めっちゃいい天気今日も。はい、では周りをちょっと撮影して
今日はキッズクラブとプール三昧にしたいと思います。はい、プールマンカオラックの周りはこんな感じです。こちらがホテルの、入り口です。こんな感じで、もう本当にねプツンと自然の中にあるホテルです。はい、この木すごい。あの実際動画よりかは本当にね、あの大きいです。この木がこのあの垂れ下がってる、これ可愛いよね。すごいナチュラル派のホテル、合ってるかなイントネーション、はい、でロビーはこんな感じですね。もうフロントがあちらにあります。はい、おはようございます。今日もカオラックいい天気です。まぶしい、はい、そんな感じ。ハローは、ハロー、ちょっと公園も行ってみましょう。そう、公園があるんですよ、うん、ここほら、いい日陰だからいいね。ちょっと遊んできて、キッズクラブも行って、キッズプール行って遊びましょう。あ、意外にさ、あそこすごい大きいね。ね、あ、ふかふか、あ、回る、すごい回る、気をつけて。これなんかスピーカーね、遊ぶとこがいっぱいあっていいね。なんか遊具がさ、おしゃれすぎて使い方がわからんな、これどうやって使うんだろうね。あ、すごいね、子供ってさ、すぐさ、発見するよねいやあ、ごめんね、気をつけて。こんな感じの遊ぶスペースもあります。すごい充実してますね。はい、今日ちょっと天気が良すぎて暑いんで、キッズクラブ行きますけど、はい、子供はね暇しないと思います。そして今日本当にいい天気だね。こんな感じで遊んでますよ、子供たち。そしてキッズクラブに行きましょう。あ、お手洗いちゃんとありますね、ここ。はい、ジャブジャブ池でーす。の、ちょうど目の前に、キッズクラブがあります。では入ってみましょう。キッズルームはこんな感じです。お、卓球もある。さすがキッズルーム。床がふかふかする。こっちがお手洗いかな。もうプールが目の前だし、いいね。ここ、こんなスペースもあります。すごい、おもちゃがいっぱいある。そしてあっちはもうシアタールームですね。こうした方がいいかな。これで分かりやすいね。広さがわかるというか、こんな感じのキッズルームです。めっちゃいい天気ですね、今日。いいね。はい。な、バドミントンがあるよ。あ、いいよ。やりたい、サッカー。うん。サッカーもできます。
で今からちょっとビーチクラブ行きましょう。せっかく晴れてるんでね。はい、アーチェリーもあります。プールバー、今日はめっちゃ晴れてます。今日はいい天気、めっちゃいい。はい、オールインクルージブのメニューはここです。こんな内容ですね。見たい方は、一時停止してください。はい。街も美しいね。いいね。はい。川原って海はこんな感じです。高いここ、はい、ちょっと長男くんと海散策してます。見てください、この綺麗な海だけど波が高いここは。はい、明日泊まるところは海が、ね、穏やかなとこなんでいいんですが、砂はこんな感じの砂です。プルマンカオラクのビーチの周りはこんな感じです。何もないからいいね。もう空と海とココナッツしかないのですごく癒されます。のんびりしたい方には本当にね、ここカオラクおすすめです。今は海外では話題なんで、欧米の方が多いですけど、日本では今ね、まだまだ知られてないので、ぜひこの穴場をね、プーケットに訪れる際には、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。で、プーケットの街中心地からは、まあ約2時間ぐらいかかるので、まあ、すぐ空港からカオラクに来られた方がいいと思います。こっちのホテルの方が設備的に綺麗だし、広いし混雑してないので、プーケットの中心の方のホテルよりかはホテルの料金とか全部安いです。カオラクに訪れる際ね、こちらの動画がためになりましたら嬉しいです。では引き続きお伝えします。踊るのやめて。はい、いただきます。はい、戻ってまいりました。お部屋を綺麗にしてくれましたね。すごい。お、全部書いてくれてる。優秀。すごい。シーツ、全部綺麗に書いてくれてますね。
はい、すごいね。そしてここは全部きれいに片付けてくれてます。アイロンとアイロン台が、はい、そしてメモもちゃんときれいに補充してくれてます。はい、そしてこのアメニティの数見てください。一回頼んだヒゲ剃りも2倍そしてワネティキットとかシャワーキャップとか2倍すごい。はい、こんな感じでホスピタリティがすごいんですよ。で、ここも補充してくれてます、なぜか満タンはい、そしてマグとか、紅茶、あのコーヒー類も全部満タンにしてくれてます。はい、全部洗ってくれてます。さすが5つ星ですね。で、マグはこれはロイヤル、何これ、ここ、これです、マクサドゥーラタイだ。へー、そうなんだ、ちょっと調べてみます。はい、概要欄に載せますね。はい、お高そうな感じのマグです。はい、そしてお水の数も見てください。はい、9個もありますすごいそしてタオルの数がなぜか3つ増えてるすごい、ここにもありますけどねうん、すごい、なんか気配りが、はい、そんな感じです。はい、はい、うん、ここにいろいろ売ってます。1階の方にね、ロビーの横に売ってあります。あ、ソーシーも売ってる、アメニティも売ってありますね。意外にそんなにしないんだね、アメニティ。でもめっちゃいい匂いだった、これね。ビーチバッグかわいいよね。ね、あ、すごい、日本のやつも売ってる。25バーツそんなにしないね。ポッキーもあるよ、うん、あ、カップヌードル売ってるやん。本当だ、コンビニ的なものが売ってあります。水着、水着も置いてある。1個300バーツです。何これ、かわいい、分からん、キーホルダーか。へえ、いくら、何も書いてないね。100バーツなのかな、分からんけどね。なるほどね。ここフロントの横にこういったコンビニみたいなとこもある。あとツアーもちゃんとここで予約できるそうです。はい、ではちょっと自転車借りられるかやってみよう。はい、レンタルサイクルを、ホテルで借りられるんで、ちょっと周りを散策しようと思って、今レンタルサイクルを借りて行って漕いでます。そしてちょっとね、小降りでね、雨降ってきてるけど、見ての通り青空なんですよ。だから一瞬だけ降る感じなんで、まあ、ちょっとスーパー寄って、戻ろうと思います。もう最悪ね、びしょ濡れになっても、すぐ部屋に帰れるんで、はい、問題はないかという感じです。はい、それでは、はい、自転車の旅楽しみたいと思います。ホテルの周りの風景はこんな感じです。もう本当にね、何もないの、もうすごいよね。サーフ&ターフレストランだって。そしてワンワンタイマッサージ、あ、ランドリーがある。洗ってくれんのかな、カールレント、うーん、マニーエクスチェンジもある。どういうことなんでしょう。へー、そしてご機嫌のおじいちゃん、めっちゃ楽しいやんこれ。はい、
進んでいきましょう。はい、メイン道路にやっとたどり着きました。大体ホテルから自転車で15分ぐらいです。なんでスコールとか振られるとね、結構辛いです。で、やっとセブンイレブン見つけたんで安心安全かなと思います。っていうのはね、道中に何軒かコンビニあったんですけど、全部ね、カードが使えない、全部現金にしか使えないっていうのことで、で、現金持ってないんで今、はい、なんでちょっとセブンイレブン行ってみよう。今ね、セブン行ってきたんですけど、なんとお酒は5時からしか売ってないそうです。それって宗教的な問題なのかな。ちょっとタイ初めて来るからわかんないんですけどね。でのことでホテルに戻りたいと思います。ホテルにもね、シーハービールあるんですけど1000円ぐらいするんで、外だったらね、だいたい200円ぐらいで買えるんじゃないかなと思ってて買いに来たんですけど、この辺にもなんかスーパーあるって書いてあったんで行ってみよう。はい、ってことでこの近くのスーパーでね、お姉さんめっちゃいい人、 Thank you、 オープンカー、バイバイ。お？よし、お部屋に戻りましょう。疲れた。見てください、ここ。暑いね。本当にタイ人の人たちって、すごくいい人が多すぎて、現地の人だとすごい思われるんで声かけられるんですけど、ちょっとタイ語がわからないとか言って言うと、ああそうなんだみたいな。ホテルに戻りましょう。はい、以上です。はい、ただいまホテルに戻りました。で、明日のタクシー、他のホテルに行くのにタクシーをフロントの方で予約ができて、フロントの方でクレジットカード払い、もしくは部屋付けできるとのことなのでお願いしました。なんと、ここからだいたい40分ぐらい行ったところなんですけど、500バーツ、だいたい2000円ちょっとぐらいですかね、6名で。で、ワン、大きいワンを予約しました。あー、よかった。めっちゃ優秀です、ここ本当に。はい、それではちょっと鍵をね、長女に渡しちゃったんで、ピンポンします。ジムに行きたいと思います。今子供たち寝てるんで、今日なんかナイトマーケットみたいのが今準備中なんで、ちょっと後で行ってみようかなと思っております。はい、ではジムもご紹介しますね。はい、ジムはこちらのキッズプールのすぐ目の前にあります。こちらですね。サウナもあるみたい。あ、何これがあるみたいですよ。今日はフライデーなんで、ここか。何時からなんでしょう。あ、さっきバレーボール準備してたな、海のところ。それかな。まあ、とりあえずジム行ってみます。エントランスはこっちだそうです。プルマンフィットいいね。なんかあそこのドアかなと思ったら、多分こっちかな。ちょっと入り口がわからない。あ、これか。あ、カードキーかざすとこがありますね。お、あ、これで入れた。よし、お、結構充実してます。いい、本格的な卓球もあるよ。ここがスタジオ。スタジオ。して卓球もありますね。卓球台が。Hello。あ。はい。こんな感じで。ボクシングもある。ウェイトトレーニングもありますね。サンドバッグあるよ。これ何？あ、ウェイトか。お、お水。プールが見えるジムになってます。はい、それではちょっと軽く運動して、見ましょう。ヨガマットどこだろう。ないか。まあ、いや。はい、スポーツバーみたいなのも今発見しました。ここですね。ロビーのすぐ、裏ですね。バーの
ロビーバーの裏にスポーツバーがあります。面白い。こんな感じで今日8時からだそうです。スケジュールはこんな感じです。サッカーかな。はい、はい、毎週金曜日、ストリートマーケットが開かれてるようです。ご覧の通り、サンダルとかも売ってる。面白い。あ、これかわいいね。うん、タイっぽいね。楽しいよね、これ。楽しいね。ほら、足。あっち行きたい。いいよ。ほら、これ完全にあっち。はい、おはようございます。今日も朝食にやってきました。最終日です。スープだって。後で開けてみよう。タイ料理。辛そう。グリーンカレー。グアバジュース。オレンジ。パンは変わってないのかな？はい。ヌードルは今日はシーフードです。シーフードヌードル美味しそう。フルーツメニューがね、また違くて、ドラゴンフルーツ、そしてマンゴスチン、そしてメロン、カンターロープですね、とスイカ、こんな感じです。おはようございます。朝食に来てます。今日もあまり混雑することなく平和に過ごしてます。で、今からご飯を食べます。こんな感じで特別に席にしていただきました。またじゃーん。はい、お花、見てお花。食べる。何を？はい、ってことで間もなくチェックアウトします。いかがだったでしょうか。プルマンカブラックリゾート、とても良かったです。これからね、また別のホテルに移動したいと思います。ここのホテルの周り何もありませんので、
もし余裕があればどっかで、買い物してから来られた方がいいと思います。ホテルの中ね、とても高いので、節約したい方はプーケットの空港で、こちらに向かう前に買い物して来られた方がいいと思います。こっちはスーパーもあるんですが、結構遠いです。自転車を借りていかないといかないんで、はい。で、価格もそんなに安くないです。日本と変わらないくらいの、価格になってます。で、現金しか使えませんので、ご注意ください。以上、プルマンカオラックのご紹介です。こちらの動画がね、ためになりましたら、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは長くなりましたけれども、カオラックぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。わ、今日もめっちゃいい天気です。見てください、この綺麗なガーデン、ガーデン池すごい綺麗、空がめちゃくちゃ綺麗、いい感じです。ってことで、今ロビーで送迎の車を待ってます。チェックアウト終わりまして、こんな感じのロビーですよ。すごい開放感があって、風が見ての通り、ほら波打ってる。めっちゃ冷房なくてもね、風だけですごく涼しいです。はい、そんな感じのロビー、吹き抜けになってます。リゾート地って感じのロビーですね。ほら、めっちゃ綺麗ですよね。いい感じ。いや、今日もすごくいい天気、雨季なんですけど、全然雨も降らずにね、まあ、夕方にちょびっと降って、夜中にもちょびっと降るぐらい、全然なんか雨季って感じはしないです、もう本当に。あ、ただ波は高いので、ビーチには入れないんですが、はい、そんな感じのリゾート地です。で、車止まって次のホテルに向かいます。はい、送迎の車です。あ、また同じ豪華だね。タイの車ってこんな感じに豪華なんだね。はい、どうぞ入ってください。はい、ただいま送迎のバスです。バス、車見て、やっぱこれって普通なんだろうね、この豪華な感じの面白い、いい感じ、ちょっとハマってくるね